本日使っていくのはナンジャモの相棒ポケモンのハラバリーです。ハラバリーの強みは今流行っているサーフ号とサザンドラの並びを受け切れることです。サザンドラの流星群を耐えるために持ち物は突撃直撃、努力値は特防と HP にぶっ破しております。性格も特防が上昇するようにしています。で、特性はもちろん電気に変える。技構成はパラポラチャージ、放電、アシッドボム、不意打ちです。パラポラチャージ、アシッドボム、不意打ちはかなり使うんですけど、放電はあんま使わないんで濁流とかに変えてもいいかもしれないです。運用の仕方に関しましては、サーフ号サザンドラに対して後投げしていって返していきます。パラポラチャージはもちろんいい仕事するんですけど、不意打ちもかなりいい仕事するんで最後まで見ていってください。今後もポケモンの動画投稿をしていきますので、面白ければチャンネル登録をお願いします。それでは対戦へ、ヤユヨさん対戦お願いします。不意打ちが2人いるからカバルトンは出せなくて、アラバリーいけそうだな。アラバリーで、いや、初手ガッサあったらめんどくさいな。初手ガッサに対応できるのは海流で、控えの対策でハラバリーに1対1なら基本誰にでも勝てそうなウェイニバルかな。いや、地箱の通りがいいな。電気技で基本誰でも持っていくな。対戦お願いします。射程はドラパか。一竜前したらドラパ抜けるんだけど、竜前からのアイアンヘッドしたるか。何なる？ドラゴン？何なんだ？ゴースト？これ初手から切ってくる意味なんかあるの？これハチマキだな、どう考えても。こんな火力出るとは。え、違うんだ。防御種族値ボス個体値、さすがに地箱いか。電気の通りはいいからボルトチェンジ。やっぱ飛ぶか。こっちもボルチェンで変えたかったんだよ。サザンドラね。いや、これは出し成功だ。ってことはメガネとかなのかな。スカーフメガネどっちかと思ってる。いけー、こいつは強いぜ。悪の波動、いい耐久だ。すごい、いいね。あ、急所か。さすがに入りすぎだよな、びっくりしたわ。もう一回パラポラチャージ。ごめん、ドラッパ出してくる。これ耐えるかな。 B には一応無振りなんだよね。引いとけ。これ耐えるか。いや、全然耐えるやん。地箱より勝った。
で、ここはもう一回ボルトチェンジでいいや。裏見せてくれるでしょ、これ多分。おい、噛みつく対応のドラファルトってどういうこと？運ゲー用ってこと？いやでも海竜持っていく火力あるとは思わなかったな。意地っぱりだな。で最後腹張り出して、ロトム、これは勝ったな。こっちはパラポラチャージ打ってるだけで勝てる。あぶねー、余計なことしなくてよかった。スカーフね、ちょっと直帰持ってかれたのは痛いな。じゃあもうテラスタルも切っていいね。トリックされてもまあやっていけるでしょう。こっちは特防特化の腹張りだ。ドロポンどんぐらい耐える？おお、3分の1程度か。イエーイ、おお、いい火力だ。外れたいシーンかな。当たるか。電気に変える。威力2倍のパラポラチャージ、いい火力。まあ今のはあんま火力見えないけど多分いい。最後サザンドが出てきて一発耐えると思うんだよね。ああ、避けちゃった。このサザンドは多分メガネだな。よーし、特殊にめっぽう強い腹張り、これはね強いと思うよ。ドラパルト、フサフゴの並びに強いから。対戦お願いします。クーさん、オーロンゲ、オーロンゲ、でもこれは腹張り活躍するな絶対に。でオーロンゲがいるから地箱がかなりいいんだよな。これオーロンゲの対策に地箱連れてって、海竜は一応誰とでも相性いいかな。多分いける。で腹張り、お相手の初手はサザンドラ、初手ザンドラ、なんとも珍しい感じはするけど、これとりあえず地箱一発受けてもらってボールちょっとチェンジかな。アクハメガネ、メガネだよ。あー遅いな、うちのパーティー。これはまあ渡すしかない。きつメガネザンドラだ。腹張り打ち合いで勝てるかな。テラス切っていいよな。ここでテラス切っちゃおう。パラポラチャージの力を。電気に変える意外と火力出るからね。ひるむなよ。
オッケー、まず1回目3回打てば倒せるな。もう1回拾うなよ、急所バー。いや急所当てて、こっちもずるいやん、そんな拾うなよ。変えて、オッケー、いいね、一回急所当てたのがちょっとゲッセンけどな。でもこの HP 残ってたら特殊にはまだ役割持てるから。サフを来た、いけ、シャドーボール耐えるよ。うわ全然効かない、なんで下がるの。バラコラチャージ、いい火力だ。これ不意打ちで落とせんかな。ちょ挑戦したいな。いける、ナイス、これ飛ばすの熱いな、強い。最後ラウドか、ラウドは一旦パラポラチャージしとこう。うぃー、でもラウドはどんどん火力が上がっていく。こっちは充電する。どっちが打ち勝てるかな。あ、勝ったな、これ強いと思うんだよね、やっぱ特殊系腹張り。これでラスト、怠けるで受けに来てるな。でも受けきれてないもんな。あ、なるほどね、そういうね、相手のためにアシッドボムがあるの。間違えちゃった、やばい、スティックが、スティックがやられてるから、アシッドボム打ちたかったのに。怠けるね、クリアチャーム持ってるラウドだときつい。あれ、みんなクリアチャーム持ってんの。じゃあこっちだっていいもん、放電麻痺狙いするもん。おお、打ってくるんかい、攻撃、放電をかましていく。うわすごい、もう一回怠けるしてくるか。こっちは麻痺さえ引ければいいんだ。いいね、麻痺らんな。海流に下げる、ここも放電だ。いずれ麻痺って
素早さ逆転して勝っちゃうと思うんだよ。全然まひらんな。もう一回。怠ける8しか使えないから。いけー、うえー、なんつうこった。アシッドボムってみんなクリアチャーム使ってるってことだよね。ベアソングナイス、ギリ耐えて電気に変えて、で控えの海流で締めれば勝ちだ。あっ3立てしちゃった。腹張り強対戦ありがとうございました。ユウさん対戦お願いします。おお、サフゴザンドラオリアンでヘイラ使者と巨獣王、なんか受けがいいなっていう感じのパーティーかな。受けられると面倒だから初手地箱、地箱で困るのはサザンドラぐらいで、サザンドラは腹張りで受ければいいし、玉毛竹はどうしたらいい。玉毛竹はウェイニバルで何かやる。まあ、最悪ウェイニバルが誰かと戦えるか。ドラパであったりか、海流か。でも玉毛に当てないからこれでいいや。モロバレル、玉毛竹ってずっと呼んでたけど違うわ普通に。これボルチェンで引く。裏受けるとしたら誰だろう。サーフゴとか来ても後からでいいからラスカでいいや。突っ張りね。うわでかい。これ多分角位置じゃないんだよね。アナライズだったら角位置だと思うけど。ザンドラー色違いめっちゃ多いな。大文字とか火炎放射かな。下げて腹張り、火炎放射だ。いいね、ありがたい。でもう無効にするキャラはいないんでテラス打っちゃう。あ、置いといたら。置いといたらプロコンがブルブルなっちゃった。もう一体が特殊だったらもう終わっちゃうよこれ。やけど、火炎放射のやけどって 10% じゃないの。パラポラチャージ、なかなかだな。もう一回。1個目、ヘイラッシャだ。え、これ多分いっぱい吸収できちゃうと思うけどな。おお、いいね。食べ残しでしょ。でこれは多分地割れを打ってきてるんだよね。地割れを打ってくる。地割れが打たれても地箱で倒せる。これパラポラでいいや。よし、あくび
あれなんで決まらないんだ。あ、だってやけど負ってるから。びっくりした。高三です。対戦ありがとうございました。ハラバリーでも止まってたってことか。アーロさん、アーロさん対戦お願いします。あ、なんかすごい面白いパーティーだ。こういうのが来ると困るんだよね。一番警戒したいのはブロロロームとかかな。とりあえずタスキと海流がいればまあまあ良さそうか。オンバーン、フクリン、腹張りで受けよう。対戦お願いします。対戦お願いします。オンバーンがいきなり出てくると。ノードスプレーとかじゃないの、分からんけど。ここは一旦下げちゃおう。海流戻して、腹張り、爆音波ノードスプレーじゃない。おっと、なんだこれ。分かんない相手と戦うとワクワクするな。ドラゴン、ドラゴンキラーなのかな。流星群、どれぐらいで受けれる。あれ、サザンドラより、あ、あれ切ってるからか、テラス切ってるからか。やばい、こいつ流星群ぶっぱまんだ。電気に変える、パラポラチャージ。これ次受けれるかな。もう一回、ここ受け切ったらもう勝てる。おお、でも相手はありえないぐらい下がってるわけだから。もう一回、お、引っ込めるんだ。まだ役割取ってるってあると。フクリン、何してくんの。食べ残し型、 HP の種族値だけが超高いっていうイメージしかないな。アシッドボムでとりあえず特攻、特防下げて。うわ、いやでも瞑想ならいいや。勝ち気か。このポチャポチャ対決どっちが強いか勝負だ。こっちはもう使っちゃうよ。じゃあテラスタグ、特防だって1段階下がってるから、2段階下げて瞑想で1段階上がってる。いけー、早くなってね。なんじゃものパワー、これ飛んじゃうんじゃないの、プクリンさん。おー、お、ぽちゃぽちゃ対決勝ったぞ。よし、電気に変えるが出たのが熱いな。闇ラミ、いたずら心しか分かんないな。とりあえずパラポラチャージ打っとけっか。
高3だ。対戦ありがとうございました。福林がエースだったんだ。勝ち気のエース、勝ち気瞑想エースか。